皆さんこんにちは、パチーメこと早乙女珠姫です。さて9月も半ばになってだいぶ秋らしい雰囲気になってきましたが、今回で早いもので番組も4戦目になりました。新海物語から始まって、そうですね、勝率は1勝2敗、まあ、なんとか挽回まだまだできるんじゃないかなと思います。そして、今回お邪魔するのは、埼玉県越谷市にありますパーラー西陣357北越谷店です。こちらは広い駐車場もあって、そうですね、まあ雰囲気のいい感じかな、郊外店かなっていう感じがします。そして私が今回実践するのはサミーさんの最新機種 CR 極上梅松パラダイス HN です。大物俳優2人のタイアップ機種ということで話題満載ですが、液晶画面も綺麗なので私もとっても楽しみです。それでは早速行ってみたいと思います。さて今回のお店も人気機種がずらりと並んでいます。13時間がとても楽しみです。なんとここは私の地元のお店でよく知ってるとこだったんですね。今回私が実践するのはサミーの人気機種 CR 極上梅松パラダイス HN です。この機種は大当たり確率が 315.1/1 のハーフスペック機です。チャンスボタン機能があって、これが結構面白いんです。寄り釘はもちろんですが、ステージ性能がいい方なのでワープ入り口の釘も要チェックです。今回実践する機種は CR 極上梅松パラダイス HN です。見てお分かりのように、あの鮮やかなね、あの台と私の大好きな2大俳優が出てるので、今日は13時間思いっきり楽しんじゃおうと思います。そして前回と同様で、もちろんあの実践費用は私の自腹です。最後どうなるか分かりませんが、それも楽しみの一つだと思いますので、ぜひあのお見逃しなく。そして番組の最後にですね、あのお店の方からもプレゼントがありますので、ぜひ楽しみにしてください。そして私が勝った場合はパチーメ賞もあります。パチーメ賞もありますので、皆さんぜひテレビの前で応援してください。それでは実践スタートです。この機種は事前に試し打ちをすることができずに、この時が初めて打つ状態だったので、どこを狙って打てばいいのか、最初はやはりストロークに困ってしまいました。あ、2%、あ、ダメなの、うっそ、2% だけどダメだね。これは最新機種っていうこともあって、私も今日打つの初めてなんですね。だから事前にパチマガで予習はしてきたんですけど、まあ、まずボーダーラインと、まあ、釘がねどういう構成されてるかっていうことは、まあ、必ずチェックするようにしてるんでね、必ず初めての台打つときは皆さんもねチェックした方がいいんではないでしょうか。まあ、リーチアクションもいろいろ勉強はしてきたんですけど、さて実践ルールですが、13時間中大移動はなし、自腹で現金投資、そして間で1回食事休憩を取ります。また21時30分を過ぎたらやめ時を自分で決めなくてはならないなどです。この機種の面白さの一つがこのマンボウチャンスです。デジタルの回転時にマンボウが出てくれば、その時の期待度が数字で表示されるのです。この時は左下のチャンスボタンを押しまくりましょう。あ、50% だよ、 50%、 ピンチ、わー、カジキが飛んだ。あ、また梅が
初にかかったのが主役の一人梅宮リーチ、そしてスペシャルに発展、信頼度 20% 近くで、しかもマンボウチャンスの表示が 50% なのでかなり期待できます。リーチは全てスペシャルに発展した時に期待度が高まる仕組みになっているんです。またもマンボウチャンス、この表示が 10% 以上でリーチ確定、 30% 以上が期待できる表示です。さっきの 50% はかなり厚かったはずなんですが、これはねワープがね空いてる台はお得かもしれない。ここで焼くもののカジキが動きました。この時点でリーチ確定、そして頭をプルプルと動かすとかなり期待できます。初体験、この2人踊ってる、何これ、踊ってます、踊ってる、カジキ焼くもの予告からディスコリーチスペシャルへ発展、信頼度も高くかなり期待できるんですが、見てくださいこの腰の動き、私もついつい力が入ってしまいました。うわすごいなこれ、
デジタルが動き出すときに水着ギャル3人が登場。熱い予告が出た後、主役の松方リーチ、スペシャルに発展し期待も高まります。やっぱりまたね、買いに行かなきゃいけない羽目になりますね。いつものことですね。思った以上にね、そう、あります。思った以上にこの台、ステージ癖がいいですね。入賞率がさらにアップすると思うんでね、これはステージがとっても大事だと思いますね。ベストストロークがね、なんか見つかりそうで、まだなんかグリ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 やってるんだけど、そうなんですよ。ワープにね、通すような打ち方すると、横からのね、入賞のね、球がね、へそまで届かなかったりしてね、なんかいまいちしっくりこないんだよね。あんましっくりとパチンコで出すとかって、あ、胃が痛くなってきた。胃が痛くなってきたぞ。背景が夕方から夜に変わりました。この背景チェンジの時がチャンス。スペシャルリーチが確定しました。お化けが出てる、お化け。470回を超えて、そろそろ当たりが来てくれないかな。来てくれないと困るし。Thank you.
ここでやっと初めての大当たりが来ました。いつものことですが、朝一の確変は夢が膨らみますよね。そして大当たり中の11、12、13ラウンドにマンボウチャレンジというミニゲームがあります。パチスロのように梅か松の図柄を3つ揃えるといろんなマンボウをゲットできるんです。今度は梅を揃えることができました。マンボウチャレンジでゲットできたマンボウが通常時に出現すれば期待が膨らみます。マンボウゲット、
を打てば鎌笛も可能です。打ち方としたらね、2回目に打ち出し、2回開いた時に打ち出しやめて、だいたい2秒後にもう1回打ち出しを開始するとうまくね、へそによるから、ちょっと今から集中しますので失礼いたします。この機種は各辺時短中に電柱の動きにタイミングを合わせて打ち出すことで玉増やしが期待できます。タイミングとしては2回目が開いたら打ち出しをやめ、およそその2秒後に打ち出し開始、そしてその繰り返しですかね。各辺ワンセットで終了後の時短で熱いリーチが来ました。ロボリーチスペシャルです。信頼度も高くかなり期待できます。時短52回で各辺引き戻し、これぞ信頼機の醍醐味といいますか、これがあるからパチンコは楽しいんです。ちゃんじゃなくなったね。引き戻しだ、引き戻し、それも各辺は嬉しい。
怒涛の連チャンもここまで。5連チャンで終了か、またまた引き戻しなるか。とにかくここからが勝負の始まりです。マンボウチャンスの連続予告です。そして4回目で 10% が出現。これは期待できるか。待ち方、
209回転で6回目の大当たりです。またまた連チャンなるか。でもマンボウが出た時にチャンスボタンを押し続けるとキュインキュインといったまま出っ放しになるんですが、なんかあるんでしょうかね。私、ああ
なんとまたまた時短で各編引き戻し、本日2回目ということは5連チャン以上は決定か。時短中は止め打ちで玉増やしをするんですが、思ったよりスルーを通ってくれないんです。コデジの保留が途切れてしまい、あまり玉増やし効果が上がりません。台選びの時にスルーの釘もよく見るようにした方がいいですかね。300超えちゃうよ。うんともすんとも言わないんだけど、夢の8連チャン確定。番組史上初めての快挙達成です。今日の私ははっきり言ってすごい、本当にすごい。夢、いやーびっくり、こんなこと最近ないですよ、プライベートでもないし、あら本当にこのドル箱私のかしらって疑いたくなるぐらい、本当に最近ねワンセット終了が多かったもので、
かしら。あれれれれ、やだもう。どこまで行くわよ私。私もう波に乗ったら本当止まんないんだから、大変よ。私自身も信じられない展開になってまいりまして、本人びっくりしております。正直終了しました。最初はですね、やっぱりいつもの私の癖なのか、あのストローク、どうしてもストロークに悩まされてしまって、投資金額が21,500円までいってしまったんですが、見てください、このデータを。びっくりしました。私も2連チャン引き戻しの5連チャンが2連チャン1セットで終わってしまったけれども、時短引き戻しの5連チャン、そして史上初の9連チャン、こういうこともあるんですね。本当本人がびっくりしてますが、まあ埋めま
松は面白い。あの2人のキャラクターをよく生かしている作りというか、なんか面白くて、ちょっとこの辺からあのだいたい5連チャンして、まあ2時の時点209で引き戻してからちょっと楽しんでしまったかなっていう感じです。ただいまで26,000発、約26,000発あるので、今日はここであの13時間終了したいと思います。というのは嘘で、あの後半戦も頑張りますので、皆さんぜひ応援してください。パチンコ大好き早乙女珠姫でした。今回打つことが決まってたから、とりあえず下見に行ったんですけど、混んでたっていうか、人気がやっぱりあって混んでたから後ろから見てたんですよ。あ、面白そうだなとは思ってたんですけど、みんなこうパン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 叩いてるから、なんだろうって言ったらね、 1%、2%、0% とか出てきてて、何気にプレミアムまでちょっと見ちゃったかなっていうのがあって、パチマガでも勉強はしたんですけど、やっぱり私の底力かな、引きの強さかなみたいな。どこですかね。じゃあ初めてはない、初めてはね、やっぱり本当ストロークが分かんなくて、もう分かんないって言って負けたりチャラだったり途中でやめちゃったりするケースがあって、だんだん次とかその次の新台が出てきてから、ちょっと球台になってから打つとかじゃないと連チャンしたことはなかった。後半戦も間違いなく今度は12連チャンみたいな。